株式会社、西鉄ストアは、福岡県筑紫野市に本拠を置く、生鮮食品や、日用品を中心に取り扱うスーパーマーケット、西鉄ストア、レガネット、スピナ、アンクル夢市場、種類ディスカウントストア、アンクル富士屋などと飲食店事業などを運営する、企業。CGC グループ加盟。 西日本鉄道の商事部から独立する形で1969年に設立された。当時の本社所在地は筑紫郡筑紫農町。店舗は西日本鉄道、筑豊電気鉄道の駅に直結あるいは隣接して出店しているほか、バス営業所や折り返し所の跡地に建てられた店舗もある。2005年に同じグループ会社の西鉄タミーを九州合併した。 西鉄タミリは2001年にタミリとグランドストア、サイトが合併して誕生した会社でタミリは西鉄と伊津屋の共同出資企業グランドストアサイトは岩田屋系列の会社を西鉄が買収したものであるタミリは服飾専門店や飲食店の FC 等を中心に展開していたさらに2008年3月1日にはホームセンター等を運営する 大工ス西鉄を九州合併したが、後に旧大工ス西鉄運営の店舗は全店閉店した。2008年5月18日から西鉄グループの IC カードにもか対応システムが順次導入され、全店舗への導入を完了した。2009年4月1日には会社分割により同じ西鉄グループの株式会社スピナのスーパーマーケット事業を継承した。 2014年からは、都市型小型店、レガネット級等、展開、3月には1号店である、テラソ店を開店した。2014年1月27日、本部を、福岡市中央区から、筑紫野市のレガネット朝倉街道2階に移転した。2017年4月1日、同じに施設グループで、スーパーマーケット。 主販店などを運営するワンクルフジアを吸収合併し、2021年10月1日には、同グループ内の西鉄プラザの飲食店運営事業、コンビニエンスストア店舗管理受託事業及びそれに、付随する事業における権利業務を分割吸収した。福岡県と佐賀県に、スーパーマーケット、主販店、専門店、飲食店等を展開している。 西鉄グループ内で統合を繰り返してきたこともあり、複数の店舗ブランドを有する。本社が併設されている西鉄、ストア、朝倉街道店。ありがとうございます。